ヤッホー、阿部かや子です。どん、今日は無印良品の人気カレーと集めてみました。もちろん食べたことあるものも入ってるんですが、皆さんのトップ5も予想しつつ、個人的トップ5も言っていくというシステムでやっていきます。19種類も食べてたら何がどんな味だったかちょっと分かんなくなりそうなんですが、まあその辺は置いといてやっていきます。お腹空いたので早速レッツゴー。ちょっとどれからいくかはもうバラバラなんですが、まずこれキーマ。これ結構人気なんじゃない？どれぐらいの辛さかってさ、ここにこの書いてあるけど、真ん中、5段階評価の真ん中です。一応辛いって書いてある。私めちゃくちゃ辛いのは苦手で、ペヤングの企画とか見ていただいた方は分かると思うんですが、辛いと死にます。だけどこれくらいだったら大丈夫かな。移します。あ、びっくりした。あ、なんかキーマだけど結構、あー、めちゃくちゃスパイスの香りする。いい香り。いただきます。結構サラサラめ、キーマっていう感じだけどサラサラな。おいしい。全然そんな辛って感じじゃない。おいしい。ニンニクの味が結構するかも。おいしい。3辛がこれぐらいなんだね。めちゃくちゃ辛そう。ゲーンパーだって。森のカレー初めて聞いた。ヤングコーン、さやいんげん、蒸し鶏肉とかが入ってるらしい。これね、辛いっていう評価がね5分の4の評価だから結構辛そう。あー、なるほど、アジアンな香りがする。いただきます。おいしい。あ、辛い。これは辛いけどまだギリ美味しく食べられ、あ、結構辛い。でも4辛で結構辛い。辛さレベルは辛ラーメンぐらいかな。辛いけど美味しく食べられる辛さって感じです。次は、はい、スパイシーチキン。もうその名の通りだね、多分。めちゃくちゃシナモンの香りがする。結構サラサラめ。めっちゃ辛そうな色してるわ。いただきます。おいしい。え、おいしい。これ食べた瞬間と食べ終わる時の香りが全然違くって、食べた瞬間は結構カレーとシナモンの香りが結構するけど、食べ終わりは何らかのハーブの香り。結構爽やかな、爽やかな食べ終わり。これ美味しい。続きまして、ジンジャードライキーマ。結構お野菜入ってるっぽいですね。牛肉、揚げなすとかも入ってるって。辛そう。辛さ5分の4。見て、見えるかな。あ、なんかさ、ラー油みたいな色してます。いただきます。ハーブ系だね。美味しい。おしゃれなキーマカレー。ひき肉がめっちゃゴロゴロに入ってるから、なんかおかず感もちょっとあるかも。なんかルーだけでもお酒飲んだりとかできそうな感じがする。続きまして、シチリアレモンのクリーミーチキンカレー。なんか色がね不思議。ちょっとなんだろう、シチューよりちょっと黄色い感じの見た目で、これはね辛さレベルは1って書いてある。甘めらしい。よいしょ。あー、なるほど。おしゃれな名前だったけど、なんか匂ったことある香りだな。どんな味なんだろう。いただきます。確かにカレー感はあんまりないかも。レモンの
爽やかさは確かにあるけど、レモンって言われないと分かんないかも。え、なんだろうこの感じ。なんか分かった、カレー風味のクリームシチューみたいな。カレー風味のクリームシチューの味、美味しい。どっちかっていうとカレーよりもクリームシチューよりです。美味しいけど、素材を生かした辛くない国産リンゴと野菜のカレーだって。これ辛さはねゼロ、辛くないらしい。どうなんでしょう。こんないろんな種類のカレーがあるんだね。わあ、すごい。ゴロゴロ野菜、これはね見た目が茶色とかじゃなくてもうオレンジ、子供用のカレーの色。これは絶対美味しい。あとね、今までの中では一番具がゴロゴロって感じ。いただきます。うん、美味しい。なんか久しぶりに食べたアンパンマンのカレーとかの味、まさに。うわー久しぶりって感じ。うん、次、私も一押しバターチキンカレー。これなんか別の動画でもね、無印の購入品かなの動画でも紹介したやつ。これがめちゃくちゃ美味しいんですよ。これが大好き。無印に行ったら結構な頻度で買う。なんか3つとか4つとか一気に買っちゃう。よし、いい香り。見て、だってさ、チキンがねめちゃくちゃ大きいの。これもポイント。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。なんか食べ慣れてるから何とも言えないけど、今までのカレーに比べるとちょっと若干酸味があって、甘みも感じるんだけど、ちゃんとカレー、うん、なんかトマトの感じはする。うまい。私が思うに、私の中の1位は間違いなくこれで、みんなの1位もこれじゃないかなって思うけど、どうだろうな、まあ、全部食べてないからちょっとまだ分かんないけど、これ1位だと思う。クリーミーバターチキンカレー、今までこれ多分食べたことないと思う。確かになんかさっきよりも酸味の香りあんま感じないかも。いただきます。うんうん、全然違う。なんかクリーミーだけど、なんだろう、匂い、うん、こっちの方がバターの香りがすごい。なんかさっきよりもちょっと甘く、まろやかだからか、なんか刺激少なめに感じる。あ、美味しい。いやでもな、好みなのはな、普通のバターチキンかもな。食べ慣れてるから。ごろり牛肉のスパイシーカレー、辛さ4。これは辛そうだよ。あ、ちょちょちょ、うわすごっ、うん、カレーの香りだ。普通のカレーの香り。いただきます。うん、うまい。これはおいしい。てか牛肉がさ、すごいスプーンに乗らないぐらいの牛肉。しかもね、なんかほろほろ溶けちゃう。めっちゃおいしいこのカレー。うん、スパイスカレーって感じ。なんかでもココナッツの香りがちょっとするな。辛さレベル4にしてはあんまり辛くないかも。これめっちゃ美味しい。個人的今んとこ2位。じゃん、マッサマン。マッサマンってなんだ。原材料名の一番最初ココナッツミルクって書いてる。めっちゃ入ってんだね。スープカレーっぽい感じ。カルスは2。めっちゃスープだ。あー、もうめっちゃココナッツ。見た目はもう完全にスープって感じ。あとね、結構ね、豆みたいなのがいっぱい入ってる。いただきます。うん、
めっちゃ豆の香り。ココナッツの香りもすごい。辛くないよ。なんならちょっと甘いくらい。シャバシャバ系。ココナッツと豆の香り。めっちゃ豆の香りするんだけど。でもこれ人気ありそうな気がする。なんか男女で好みって違うのかな。変わりだね。ブラウンモイリーエビのココナッツカレーだって。辛さは3。なんだこれは。え、なんかさっきの黄色いカレーなんだっけ。シチリアレモンの匂いがする。でもね、具はそんな入ってない感じ。これも割とスープ系かな。サラサラめ。なんかこれさっき食べたぞ。塩味と酸味を足したシチリアレモンのやつの味。え、ちょっと作った人違ったらすいません。私でもシチリアレモンよりはこっちの方が好きかな。美味しい。牛すじカレー辛さは4。結構辛めですね。あ、デミグラスベースなんだ。なんか味が想像できないカレーがさ続いてたからさ、いい意味で裏切らない気がするよ。なんか香りが面白い。牛すじいただきます。うん、おいしい。めちゃくちゃカレーってよりはなんかデミグラスソースの味がする。あのハヤシライスみたいな感じに近いかな。めっちゃ美味しい。美味しい。うわめっちゃ辛そう。これ辛さレベル5のグリーンカレー。辛そう。え、今まで5のやつってあったっけ。怖い怖いよ。あアジア、アジアの匂い。あ、もうやばい。これめっちゃアジア。いただきます。めっちゃグリーンだ。辛い辛い。あ、辛い辛い。めっちゃ辛い。待って、お水。わお、わかった。これはね、辛い。辛くてレモングラスの香りがすごい。もう開けた瞬間からもうレモングラスしか匂わないぐらいレモングラスの香りする。美味しい。これ辛いの好きな人たまんないと思うわ。私にはちょっと辛すぎる。辛くなかったら好きかも。でも辛い。これちょっと辛い。好き。辛くないの行こう。はい、辛くないグリーンカレー。辛さゼロ。これはいいんじゃないか。すごいね。なんかレンチンとか茹でるだけで本格的なカレーがお家で食べられるって結構革命じゃない。無印のカレー。ん？なんかエビの香りがする。いただきます。シャバシャバ系だ。おいしい。おいしいね。魚介風味。めっちゃエビの味。これスープって感じかも。このままでも十分おいしい。味全然違う。これはなんかね、魚介ベースだな。なんかブイヤベースみたいな味もちょっとする。これ美味しい。好き。これなんかあんまりココナッツ系のグリーンカレーとかあんま買わない派だったけど、これはめっちゃ美味しいかも。次、これ重た。牛バラ肉の大盛りカレー。これちなみに 300g 入ってるけど、持って全然重さが違う。普通のやつはね 200g なんですよ、1人前大体。これ300ある。絶対美味しいとは思うんだけど、辛さレベルがちょっと高めの4ですね。4は意外といけるっていうことがもう分かったから、そんなにビビってはないが、まあ大盛りを普通のお皿に盛ったらもう普通のカレーなんだよね。でもなんか牛確かにめっちゃ入ってるわ。いただきます。
美味しい。結構しょっぱめ。あんまりなんかいろんなハーブとかは感じないけど、馴染みのある牛すじカレーみたいな感じ。美味しいですね。ザグチキ、ほうれん草とチキンのカレー。なんか見た目がすごい黒い。辛さは4です。ちょっと怖い、このカレー。どうなんだろう。なるほど。ちょっと不信感もありました。結構黒め、やっぱりなんかスープ系でもないし、本当になんかペーストされた感じ。うん、え、美味しい。これ美味しい。変わり種カレーかと思って超警戒してたんだけど、これめっちゃ美味しいわ。なんかスパイス感よりも塩味が強いかもね。うん、美味しい。これは今までの何種類かになかった感じの味。わかんないけど、多分スムージー状に超細かくされていっぱい入ってる感じの見た目。美味しい。これこれです。次はブラウンマサラエビのクリーミーカレー。これ美味しそうじゃない？すっごい魚介のカレー。おー、色がなんかこうビスマルクみたいなオレンジ色してる。もう4個目くらいのカレーがどんな味だったかもう全く思い出せない。いただきます。うん、うまい。洋風かな。めっちゃおしゃれな味がする。ん？なんだこの、なんかめっちゃおしゃれなスパイスが1個だけいる。もうなんかありとあらゆる味の中で1個だけめちゃくちゃ強いおしゃれな風味のやつがいる。続きましてこちらです。トマトのキーマ、辛さ2。これはもう美味しいよね絶対。もうなんかこのゴロゴロといろいろお肉が入ってるのが触っても分かる感じ。おー、赤。色はもうケチャップ。めっちゃトマトの香りするわ。いただきます。想像の5倍ぐらいはトマトだった。これすごっ。なんかケチャップとかよりもトマト、ホール缶をそのまま食べてるみたいな風味。結構酸っぱいけど美味しい。辛くないし、なんかでもね、これカレーって言われたらちょっとカレーなのか。トマトすぎてカレースパイスが負けてる。これでも美味しいわ。なんか新しい料理に出会った感じがする。え、これ美味しいな。よし、次、最後です。じゃん、おうちのこだわりビーフカレー。絶対美味しいやつ。やっぱ最後にこういうこうこういうとこにたどり着くんだよね。結局お母さんが作るカレーが一番美味しいみたいなのと一緒でさ。うわ、めちゃくちゃ具がすごい。あーでもね、はいはい、これです。カレーとはこれですよ。わかる？このこれでしょ。カレーって言ったら普通にお母さんが作るカレーっていう感じの見た目。いただきます。これめっちゃ美味しい。甘めだな結構。あ、このご家庭のカレーはちょっと甘めなんだなっていう、もう家の味。じゃがいも美味しい。これですね。これは絶対入ってると思う、ランキングに。美味しい。なんかホッとする味。いろんなグリーンカレーとかおしゃれなのを旅して、結局ここに帰ってきてなんか安心感がある。はい、19種類を食べました。お腹いっぱいです。個人的1位はもうやっぱこれなんですよ。バターチキン、やっぱり美味しかった。
ね、2位以下がすっごい悩むけど、これ牛すじカレー王道で美味しい。3位はおうちのこだわりビーフカレー、もう結局これだなっていう、めっちゃ美味しかった。4位はサグチキン、これ食べたことない感じのやつで、あんまり冒険しない派だったけど、これを美味しかった。5位スパイシーチキン、結構辛かったけど癖になる感じで美味しかった。私の個人的トップ5はそんな感じで、みんなのやつでしょ。1位はでもやっぱりバターチキンだと思うんだよね。でも2位とかに多分お肉ゴロゴロ系が入ってくると思うから、牛すじカレーかなと思った。2位は3位くらいで多分グリーンカレーとかが入ってくると思う。でもこのグリーンは辛かったのよ、すっごい。だからこのグリーンじゃないかなって思った。3位に辛くないグリーンカレーが来て、で多分そろそろキーマが入ってくると思うから、トマトのキーマ、これめっちゃトマトだったんだけど、これかな、これ4位で、結局5位にこれかな、おうちのこだわりビーフカレーが5位に来ると思う。どうだ。もうね、こればっかりは好みだからな。でも1位はめっちゃ自信あるし、2位もめっちゃ自信ある。3位以降はちょっとどうだろうっていう感じ。あ、やっぱりね、1位はバターチキンだよね。めっちゃわかるよ。なんか基本無印のカレーが紹介されるときはバターチキンカレーが絶対に出てくるっていうイメージもあるし、まあ有名だよなって思う。王道系の癖があんまないカレーが入ってくるとも思ったし、いや本当食べたことない人食べてみてほしい、美味しい。2位をお願いします。辛い方のグリーンカレー、みんな結構辛いの好きなんだね。てかグリーンカレーが2位なの。そうなんだ。もっと王道で来るかと思った。ブラウンマサラ3位あ、そうなんだ。待って、結構おしゃれな方に寄ってってんな。あー、キーマカレーね。トマトじゃなくて普通のキーマカレーか。なるほどね。いや絶対入ってくると思ったのよ、キーマが4位ぐらいに。その予想は当たってたってことだ。そうなんだ。確かにね、トマトのキーマは美味しかった。なんか不思議な気持ちになったな。カレーっていう枠に収めていいのかどうなのかっていう。でもいい線いってたな、惜しいな。でもグリーンカレーが2位に入るって驚きだなって思った。でもグリーンカレーも王道ってことかな。さあ、ということで19種類のカレーをいただきました。なんかもうよく覚えてないんだけど、全部美味しかった。っていうかね、ほんとクオリティがすごすぎて、アジアっぽいやつとかも現地に行ってるかのようなスパイスの香りだったし、めっちゃ美味しかった。ほんとすごいなって。でもやっぱり私の気持ちと皆さんの気持ちが通じて1位がバターチキンなのは超嬉しい。美味しいよね。食べたことない人はぜひ、あと食べたことある人は個人的にすごい美味しかったっていうやつもコメント欄とかで教えてほしいです。見てくれてありがとうございました。またねー。